皆さんこんばんは。ゲームプロデューサーの今泉潤です。ひろい王子です。この番組は微言大義のエンタメ界で生きる2人が視聴者から募集した話題や2人が今気になっていることを語る番組です。微言大義、簡潔な言葉の中に深い意味や道理が含まれていること。難しい。継続は力なりとかそういうことでしょうね、きっと。え、ということで先週に引き続きゲスト来てくださいました、ファントムギルで歌手役を演じている佐藤舞さんです。はい、佐藤舞です。よろしくお願いします。ね、だいたい佐藤舞のことが分かってきたと。ありがとうございます。ということでね、楽しみですね。またサイコロトーク怖い。いきます。きた、6。6、あ、やった。ひろゆうじへの質問やった。私、そうですね、よく学生の頃に、はい、あなたは個性がないよねっていうふうに言われることが多くて、うん、その例えば声が特にすごく変わってるわけでもなく、うん、自分が何に一番特化してるかっていうのもふわっとしてたりとか、うん、その個性を探す旅に出なさいって先生に言われてたんですよ、ずっと。でも未だに自分にとってその自分の個性が何が強いのかっていうのがいまいち分からなくて、こう、なんだろう、どの例えば生放送とかに出たとしても自分と同じようなキャラクターの方がすでにいらっしゃったりとか、そうなると自分がこうそっちのキャラクターじゃない方のキャラクターになってしまうんですよ。こう被らないように違うキャラになっちゃったりとか、自分をこう通せないっていうところがあって、なんかそれがすごく今悩みというか。そうね、個性がない。あの学校頭で、ね、学校は個性を出せって言いながら個性を潰す場所なので、はい、だからみんな同じ髪の毛にするし、同じスカートの長さにするし、そういうことを言っといて個性個性って言っている、そのなんだろう、あの自分が分かってない、こう言葉の意味が分かってない先生たちが先生と言ってのさばってる場所なので、あなたに個性がないって言った先生の個性は何だっていう、逆に問えばいいだけの話で、あなたがもう一つはそういうことを言われるとすぐ人と比べるんだよね。人と比べないことも個性だから、個性を人と比べちゃいけない、したら同じになろうとするわけだから、そんなことしちゃいけない。あなたがあなたであることが個性なんだから、全ては素晴らしいと思う。今声を出したことも素晴らしいし、はい、それも個性だし、全然あなたの声は他の人と違うし。あ、本当ですか。そのことが個性じゃないか。だから生まれ持ったものが個性なので、それを発揮すればよくて、生き生きと暮らすことが個性だから、はい、個性って何かすごく変なことやってることが個性じゃないから、みんながそれぞれが人と比べないで生き生きと生きていることが僕は個性だと思う。その中にいろんな得意